常年つかさチャンネルニュースの虎川ガオー。はい、始まりました。おしゃれキャンペーン継続中ということでね。はい、カシーくんありがとうね。はい。でね、今日はですね、まあ、米中海外についてね、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。はい。えー、これね、また朝日新聞の、今最近ちょっとね、特ダネ飛ばしている朝日。これ、峰村さんの記事じゃないですけれども、えー、大島隆さんという人の記事で、ワシントン大島隆、北京、えー、富、富田、富田塚隆さんか。 ね、のこの2人の、えー、連名記事ですけれども、えー、冒頭発言、まさかの1時間超、米中会談、非難応酬の大波乱という、まあ、こういうヘッドラインで、えー、書かれているんですけれども、米バイデン政権が発足してから初めての米中外交トップの会談が18日、えー、米アラスカ州アンカレジで始まった、現政権下での米中関係の行方を占う重要な会談は、えー、初日の冒頭から双方が非難を繰り広げる大波乱のスタートとなったと。えー、本当は えー、冒頭発言って10分未満の予定なんですけど、1時間ぐらいの応酬になって、で、途中で記者を呼び戻してですね、ちょっと待って、俺の話も聞けみたいな感じでやったらしいんですよ。で、最初にですね、一撃を放ったのはですね、ブリンケン国務長官ですね。はい、えー、最初に何て言ったかというとですね、我々は中国の行動に対する深刻な懸念について、もう議論すると、えー、いうふうに切り出してですね、新疆、香港、台湾、サイバー攻撃、同盟国に対する経済的な威圧、 えー、をですね、課題として列挙しまして、単なる中国の、えー、国内問題ではないと。ね、えー。今日この問題を提起するのは義務だと感じていると。いう風に言ったんですね。最初にこの球投げたらですね、ヨウケッチがですね、ぶち切れまして。はい。あ、ヨウケッチはちなみに外務大臣じゃないんですよ。こいつはあの、あ共産党の、えー、外交部の部長なのかな。はい。えっ、ー、と、まあ、共産党政治局員なんですけれども、まあ、これは外交トップなんですよ。あの、あの、チャイナって国は政府よりも党の方が上にあるので、 ね、これあのファシズム国家ってやつですよね、いわゆるね。はい。政府よりもさらに上の権威があって、選挙とかでこれをひっくり返せないっていうのが、これまさにチャイナのことでしょ。これいわゆるあの定義上、政治学の定義上はこれファシズムっていうことになります。はい。で、そういう国ですので、共産党の外交の責任者っていうのは政府のそのね、外交部長よりも偉いわけですよ。で、その要決地がですね、ぶち切れました。はい。 で、これはね、今日の朝のね、ウェイクアップでね、野村修也先生がね、MC になったこのウェイクアップの方で、すごい詳しく解説されてて、非常によかった。やっぱ野村先生いいわ。 うん、さすがあの、ね、報道ステーション金曜日でね、最強のディフェンダーとしてご活躍、ご活躍だった野村先生、さすがだと思うんですけど、まあ非常にあの、山中さんとかね、参問に出てる人ですけど、あの、全然山文とは違うですね、あの、いろんな知識を引き出して本当よかったんですけど、なんかね、アメリカのね、外交当局者はね、最初から要決地が話長いってことはね、もうね、抑えてあったそうです。あとね、ちょっと切れやすいみたいですね。 ヨーッチはだからもういきなりですね、もう冒頭から、もう本当にあのね、あのー、もう頭ぶん殴られるかのようなですね、非常にこのまあ厳しい、えー、チャイナのね、人権状況に対する、えー、このツッコミ、サイバー攻撃とかね、同盟国に対する経済的なやつ、これはもう主にオーストラリアのことでしょうね、はい、そういったとことをですね、もういきなり問題としてバーンと上げられてですね、ブチっと言っちゃってですね、そこからヨウ・ケッチが、本当は2分しか時間ないのに、20分ぐらい喋っちゃったらしいんですよ。 で、20分くらいヨーケッチが、あのー、言い返したこと自体が、もうこれがもうルール違反なんで、で、ここで記者が帰ろうとしたの、ブリンキャンちょっと待って待ってっ,つって言って、俺らも話あるからっ,って記者を呼び止めて、えー、話をしたそうです。で、ちなみにヨーケッチはですね、なんと反論したかというとですね、えー、っと、アメリカは自らのイメージを改め、自らの民主主義を世界中に落ち進めるのをやめることが重要だと。 えー、アメリカ国内の、えー、人が自国の民主主義をほとんど信頼していない。えー、中国の社会システムを中傷してもどうにもならない。などとですね。まあ、あの、黒人の人権問題なんかを挙げてですね。<laughs> まあ、いわゆる総裁戦略をやったんですよね。で、これに対してですね、ブリンケンはですね、やっぱなかなかこの人、あの、アメリカのね、リベラルのエリートなんで、ディベート強いですね。まあ、一撃で粉砕するようなですね、素晴らしい、この、えー、反論をしました。はい。まあ、詳しくはヤイスイブニングラボで。 解説しますけれども、あのー、まあ、いい返しでしたよ。まあ、これでも実際に言ってるんでね、あのー、その発言をまあ引用するとですね、あのー、アメリカは完璧じゃないけど、ね、完璧じゃないけど、そういう問題を隠さずにね、取り組んでるんだと。ね、お前らどうなんだっていうふうに言い返したんですよ。う <laughs> まいですね。はい。これなんでうまいかっていうと、ちょっとあの、ディベートのそのまあ、ちょっとロジックとかも説明しなきゃいけないんで、あれですけど、まあ、単純に言うとですね、あのー、要は総裁戦略で来たのをですね、まあ、別の、もっと、もっとこう、ね、 え包括的なというか、もうちょっとこう客観的かつえ網羅的なですね、もっと大きな基準をですね、まあ示して、やり返して潰したということです。まあこの総裁戦略っていうのはこの全体主義国家が得意とする戦略で、例えば北朝鮮ね、日本人拉致問題を、えこれね、え片方でね、まあやってる。で、この完全なる人権侵害でやべーと思ってるわけですけど、でもお前らだってやったじゃないかっつって、慰安婦強制連行みたいなね。 ま、話をでっち上げて、上村さんのあのね、え訂正された朝日新聞の記事ですけれども、あれほら、日本でこういうこと言ってるじゃないか。そうなんだ、強制連行されたんだ、20万人も、みたいな話でっかくして、だからこんなね、拉致なんて1000人ぐらい大したことねえ、みたいな、そういう無茶苦茶なロジックですけどね。こういうのやってくるので、しっかりにお返ししなきゃいけないですよね。あの、相手のその、まあ、あの、ま、ブリンケンなんかこれ一撃でやり返したわけですよ。えその歴史戦に巻き込まれないような形で、ま、一撃でやり返してですね、ギャフンと言わさっているところで、すごいなと。 えー、いいう,うに思いましたで、あのー、会談終わりましてですね、記事が出てるんですが、えー、コメントがね、双方から出てるんですけれども、これ NHK の記事ね、えー、米中外交トップ会談終了、えー、米国務長官、えー、率直に意見交わしたと、さ <laughs> <流石> <laughs>、ねはいえー、すが、さすがだね、アメリカのブリンケン、えー、国務長官はです、ね、記者団に対し、新疆ウイグル自治区や、えー 香港、チベット、台湾、サイバーなどをめぐり意見の相違があることは分かっており、中国側からは予想通りの反論があったと。ねね、でそして幅広い、幅広い分野で率直な意見を交わすことができたイランや北朝鮮、アフガニスタン、気候変動では利害が関わる部分もあったと、ね、いうふうに述べたそうです。さらにですね、えー、サリバン大統領補佐官はですね、 これからワシントンに戻って政策を検討し、今後の進め方について、同盟国や友好国と協議を続けていくと。ね。で、その同盟国の一番最初にアメリカ訪問するね。リアルにアメリカ訪問する。首相。ね。バイデン政権成立後。リアルに首脳会談する。ね。総理大臣は菅さんなんですよ。はい。こういうふうにこう流れていくわけですよね。じゃあ、それに対してですね、ヨーケッチンは何と言ったかね。ぶち切りで20分も喋っちゃったヨーケッチン。ちょっとこいつはミスキャストだったかなとか思うんですが、 えー、幼言はですね、会談後、双方にはまだいくつかの重要な相違点があるが、会談は率直て、率直かつ建設的で有効だったと。ね。一応ちょっとぶち切れたんで、トーンダウンしました。はい。で、中国は国家の主権と安全、発展の利益を断固として守り、中国の発展を阻むことはできない。我々は双方が各分野で意思疎通や対話を強化することを望んでおり、両国を健全で安定した軌道に乗せ、えー、に沿って前進させるべきであると。いうふうに言ったそうです。 え、それからですね、ポンコツ、えー、ポンコツと言われ、ポンコツ外相、まあいい人らしいんですけどね、えー、とってもいい人らしいんですけど、ちょっとポンコツだとか言ってね、批判されている大きい外相ですけれども、我々は戦意を持ってここまで来た。それは対立するより、対話する方がいいからだ。 ただし、対話は互いを尊重した上で行うべきだ。双方にはいくつかの、えー、懸,念懸念や、えー、疑念、常に存在する問題あるが、対話を通じて緩和やコントロールすることができると述べたそうです。そうなんですかね。えー、さらにですね、大岸はですね、我々は、えー、中国、えーあ、ごめんなさい、アメリカは中国が、えー、国家と主権と安全、発展の利益を守る決意を過小評価すべきでないと。えー、我々アメリカは歩み寄りの革新的、 えー、歩み、えー、より、互いの革新的利益が重大な関心事を尊重することを望む。えー、この、えー、基礎において、両国の対話の扉は常に開か,かれていると述べましたと。と、えー、いうことなんですが、いやいや、その革新的利益とあなた方が言ってることが、ね、国際法上大きな問題があるし、国際秩序から認められないという、ね、最初の一撃を放ったわけでさ、こんなこと言ったって無駄だぜ、大きさん。<laughs> まあ、ポンコツって言われちゃうわな、こんなこと言ったら。はい。まあまあ、そういう感じです。 はい。ということで、まあ、お互いにですね、まあ、あの、このね、会談終わった後、まあ、今日はこれぐらいにしといてやるかっていう、えー、コメントが、えー、応酬になったということですが、やっぱりちょっとチャイナの方がですね、まあ、ちょっとイラついてる感じしますよね。うん。あの、ちょっと戦狼っぽいですよね。はい。だってさ、ヨウケッチもさ、ね、ね、発展の利益を断固として守り、ね、中国の発展を阻むことはできない。ね、ね。 で、そういう阻むことできないけれども、阻まないんだったら話し合ってもいいぜ、みたいな、ちょっとそういう、ええー、まあ、なん,んですか、大物プレイしてるわけですよ。で、大きさも全く同じですよね。はい。ね。アメリカは、ね、中国が国家の主権と安全、発展利益を守る決意を過小評価すべきないと。過小評価してると、お前痛い目やるぞって、ちょっとオラついてるわけですよ。ね。この、このオラつき、この、陽気地とこの、あの、 この、えー、王旗のね、このオラつきが、うわ、ちっちゃいな、チャイナ、みたいな。いやー、まあ、これやられたんだな、こいつら、みたいな。こんなオラつき見せる必要なかったじゃん。ねえ、そんな、だって、総裁戦略でガッツリ行くんだったらさ、こんなね、ねおオラつきいらんでしょ。いやお、私がアメリカの地を守ってやりますよ、ぐらいの上から行けばいいのに、お前らが阻害するんだったら俺たちの覚悟は上がってんだろうな、みたいなのをこう、感じさせますよね。いやー、ちょっと今回、切れやすい、ねえ、あのー、まあ、余計さんもだいぶ年取りましたからね。 まあ、綺麗やすい予言、ね、話が長いということで、このね、集体をさらさせるっていうのも、もともとそのブリンケン側の戦略だったのではないかと言われておりますので、まあ、非常に面白い展開になったなと。まあ、この後もね、話し合いにぜひ期待したいとまあとりあえず、バイデン習近平のバー,バーチャル会談やるらしいんですけど、まあ、どうなるかね、見物ですね。まあ、引き続きウォッチしていきたいと思います。はい。あの、詳しい解説はですね、ヤイスイブニングラボの方の今日のメルマガに書きましたんで、あの、ディベート技術的な部分も含めてですね、読みたい人はぜひですね、ヤイスイブニングラボのプレミアム会にご登録 いいただければという,ふうに思っておりますのでよろしくお願いします。はい、ということで、えー、まだまだ続くよ、おしゃれキャンペーンなんですが、あそうだ、今日1個告知だ、夜ね、アンダー12、いつもだったらやるんですけど、先週ね、アイドルに対して、まあ、マウントしましたよね、ねね首都直下型地震、震源はどこですかえ、東京じゃないんですか ?HMS で、えーね、っていうこのマウント事件、えー、これですね、FIFA の方がですね、重く見まして、えー、本日の、えー、中継はなしと。 いうことになりました。えー、わってですね、TBS 情報セブンデイーズの方の、え勝手副音声ね、これちょっと長い番組見ますけど、あの、途中までしかできないかもしれないですけど、まあ、とりあえずそっちやりますので、えー、そちらをですね、夜9時ぐらいから、えー、9時ちょっと前からね、やりますので、ぜひそっちの方をご覧ください。はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひね、高評価とね、チャンネル登録お願いします。えー、それからこのね、おしゃれキャンペーンの感想も含めてですね、えー、ぜひあの、コメント欄に、えー、感想をお寄せください。ガー